いいだろう。多くの魔術見せるね。待ってたぜ。頑張ります。はい、わかりました。大したことはなかったな。
があなたの最後の言葉一緒に行こう思い出の街へあの公園とあの海岸へ水面に映る街の日そして私の背を君たちは何者です？構いませんよ。今は不意に言葉を旋律へと乗せ申し遅れました。僕の名はアルメイダル。買いかぶりだね。ふむふむ。それは今は亡き死より自然と譲り受けたもの。未だ僕は修行中の身。春風の恩情などと自ら名乗るのはおこがましい。いいかしら。もちろん約束だからね。僕ももう少し練習したかったところさ。申し訳ないな。そうね。
耐えられる。何しに出てきたの？
支援じゃ。え？はっ！
す。またあいつに怒られそうだけど、これ以上は時間の無駄ね。ジグララ。キキキキキ。北風の息吹を高く30。煉獄のもやを斜めに16。リ。カナギの進むを7角にて。補足。なんだ？終わったわ。もう用はない。
この程度だ。俺がこの若さで四十剣の一人に選ばれたのは名誉なことさ。任命した人にとってね。俺が選ばれないなんておかしいものね。こいつを喰らえ。助かる。さあ、助かる。
助かる。探偵です。心配よ。思い出すな、正規兵の頃。
すげえな。へへへ、奥らしいじゃねえか。それでボルカ、ふむふむ、よっしゃ行こうぜ。何それ、俺ってさ、生まれも育ちも悪くないからね。でもそれを鼻にかけたりはしないよ。ほら、俺って人間ができちゃってるからさ。そんな、単に仕事がないから兵士なだけで、ガダボロの血筋などと大間違いです。ちょっと待って、それってご機嫌うるわしいご。では、僕を殺しに来たのではないのですね。
ええ、ガダムロの子孫を倒し、ありがとうございます。では皆なんだ、おいおい、おう、違うぜ。許さんぞ。こいつを。ああ。
俺がこの若さで四十剣の一人に選ばれたのは名誉なことさ。任命した人にとってね。俺が選ばれないなんておかしいものね。父が死んだからルベルロット家の領地は家の者に任せてる。騎士団の任務も暇じゃないんだよね。俺ってさ、生まれも育ちも悪くないからね。でも、それを話しかけたりはしないよ。
ちょっと待てよ。